プリトビツェコ軍国立公園で、ベルビト山脈国立公園で、クロアチアの国立公園では、クロアチアの国立公園に関して記述する。クロアチアには444の保護地域があり、国の9%を占めている。その中には、クロアチアの8つの国立公園、2つの原生、保護地域、11の自然公園が含まれる。クロアチアで最も有名な保護地域であり、 最も古い国立公園はユネスコの世界遺産にも登録されているプリトビツェコ郡国立公園である。ベルビト山脈自然公園はユネスコの人間と生物圏計画の一部である。原生保護地域、国立公園、自然公園は中央政府によって管理及び保護されており、その他の保護地域は郡によって管理されています。2005年には EU 加盟の準備とナチュラネットワークへの参加の最初のステップとして国立環境ネットワークが設立された。国内のすべての国立公園の総面積は994平方キロメートルに達し、そのうち235平方キロメートルは海面である。各国立公園は自然保護、空間開発機構により監督され、維持されている。各州の自然保護研究所は、 一元化された監視と専門知識を提供する。以下にクロアチアの国立公園をその名称、またはその元になった関連日本語記事があるものを中心にアイウェイを順に列挙する。ありがとうございます。